では続いて特集です。今企業が社員を続々と送り込むセミナーがあります。ビッグデータを分析しビジネスに生かすデータサイエンティストの養成講座です。We have all the data here like this. We want more of the middle divide. 今まさにビッグデータ時代、一番旬な職業。金融業、製造業、さまざまな企業さんが参加していただいている。ネット上を行き交う膨大な情報の蓄積、ビッグデータ。ネット通販の購入記録、ポイントカードの利用履歴、さまざまな口コミ情報など、世界で1日に蓄積されるデータはブルーレイディスク10億枚分にも上ります。データサイエンティストはその膨大なデータを統計学や心理学などを駆使して分析、販売戦略や商品開発に生かします。データを武器にしながらデータサイエンティストが世の中をこう変えて、企業経営に欠かせない存在になりつつあるデータサイエンティスト、その最前線に迫ります。まずはこちらです。Google のチーフエコノミストでカリフォルニア大学バークレー校の教授のハル・バリアン氏、 Google の企業戦略に深く関わってきたことで知られてますが、このバリアン氏が2008年に次の10年で最もセクシー、つまり魅力的でやりがいのある仕事はデータサイエンティストだと発言して、アメリカでは一躍脚光を浴びる職業となりました。はい、ではそのデータサイエンティスト、まあね、日本ではあまり馴染みのない言葉なんですけれども、じゃあどのような人なのか、まずこちらなんですけどね、データの分析に必要な高度な知識を持っていて、経営やマーケティングなどビジネスに関するスキルも兼ね備えている専門家のことということなんです。そして注目されるようになった背景には IT 技術の発達により膨大なデータが蓄積されるようになってきたことがあります。でその量ですが、1日あたりブルーレイディスクにしまして、これ10億枚分ずつ生み出されていて、その実に 90% がこの2年で生み出されたと言われています。このビッグデータをこのビジネスに活用する動きが広がる中で、このデータサイエンティストのニーズが飛躍的に高まっています。ビッグデータの活用が進むアメリカでは、オバマ大統領が去年の選挙でデータサイエンティストを積極的に利用して世論調査などを分析しました。でその結果を選挙戦略に生かしたことが再選に弾みをつけたというふうに言われています。今や活躍の場はビジネス以外にも広がっているんです。さあ、日本でも注目が高まっているこのデータサイエンティスト、どのようにデータを分析して成果を上げているのか、その最前線を取材しました。ポイントカードの発行などを行う東京都内の会社です。コンビニやガソリンスタンド、 DVD のレンタル店など67社と提携、会員数は5300万人に上ります。この会社ではポイントカードの利用記録を分析し、販売戦略などを提携企業に提案しています。個人情報には十分配慮しているといいます。この会社に20人余りいるデータサイエンティストのリーダー、松本誠一さんです。大学院で数学を学び、 IT 関連の会社でシステム開発を行っていた実績を買われ、この会社にヘッドハンティングされました。分析した結果、松本さんが今手掛けているのはポイントカードの提携先の一つ、 DVD レンタル店の利用者を増やす戦略です。例えば通常の単価、
究会という名前があるので、考えたのは店から足が遠のいている利用者を呼び戻すことでした。どうやって効果的に利用を促すのか、松本さんは対象を絞り込むことにしました。まず行ったのは、しばらく来店していない人たちに割引クーポンを送る試験的なキャンペーンです。これで来店した人について詳しく分析することにしたのです。まず分かったのは、来店者の多くが利用しなくなって3ヶ月未満の人だということでした。女性よりも男性の方が多いことも明らかになりました。松本さんはこの人たちの他の業種の店でのポイントカードの利用実績を調べました。すると、コンビニをよく利用している人たちで訪れる時間は午後9時、年齢は17歳から35歳という傾向が浮き彫りになりました。こうした人たちを対象にコンビニと連携して利用促進を図ることが効果的だと松本さんは考えています。利用するシーンもこうイメージしやすかったので、まあこちらは非常に結果として提案させていただくのにはいいのかなと。企業の中にはデータサイエンティストの活用で大きな成果を上げているところも出ています。ローソンが去年10月に発売したパスタ、幅広の麺を使いラザニア風に仕上げました。データサイエンティストが販売初日のデータを分析、昼に買った女性が夜に再び購入する率がわずかに高いことが分かりました。こうやはり品切れしてる店舗ってすごく多かったね。ここはなんか中押しをして、そこで全国の店舗に仕入れ量を増やすよう指示。その結果、20日足らずで100万食を売り上げる大ヒット商品になりました。パスタの商品は非常に珍しいことなんですけど、それがこうその数値として現れてきている。早くこう分析をしてこう結果を出して次のアクションにつなげていくというのが非常に求められていると思います。はい、スタジオにはゲストをお招きしています。 IT アナリストでビッグデータやデータサイエンティストにお詳しい野村総合研究所上級研究員の城田誠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。城田さん、こうした試みってこれまでのそのマーケティングとはこれ何がどう違うんでしょう。そうですね、今までのマーケティングといいますと、やはり何がどれぐらい売れたかというのは分かっていたんですけども、それをどういう人が買っていたのかというところが分からなかったんですね。で、まあ、分かっていたのはせいぜい性別、それから年齢、まあ、年代ぐらいですけども、まあ、その年代にしても、まあ、コンビニエンスストアであればアルバイトの方が、まあ、推測でボタンを押していたと。ですから、まあ、例えば若く見える方であれば間違った年代で入力されていたということで正確さが欠けていたんですけども、それが ID 付きのポス、ID 付きの会員カードになってきます。そういったあたりが非常に正確に分かるということになります。そうすると具体的にこれどういう変化が起きてくるんでしょうか。そうですね、例えばアメリカの保険会社の事例をご紹介したいと思うんですけども、はい、これはですね、自動車保険の会社なんですが、この会社の場合はですね、契約をしたいという人にですね、ドライブレコーダーというようなものをお配りしてですね、はい、でその自動車を運転している人がどういう運転習性があるかといったデータを収集しています。具体的には走行距離であるとか運転時間帯、これは夜中に運転しているのか昼間に運転しているのか、あるいは急ブレーキをよく踏むのか急加速をよくしているのかと、まあ、そういったデータを吸い上げてですね、で仮にそのデータを分析した結果、この人は安全だということが分かれば最大で保険の料率をですね 30% オフにすると、そういった新しい保険の商品を開発している会社があります。これだけですとそのデータサイエンティストの凄さがちょっとよく分からないんですけども、どういうところに生きてくるんですか。
そうですね、さらにですね、こういった自動車保険のドライバーのリスクを判定する方法として、他の全く違うデータを持ってきて相関関係を分析するという方法があります。まあ、例えばですね、リスクを判定するのに、その人が、例えばリスクの高い趣味を持っている、はい、具体的にはロッククライミングであるとかですね、うん、スカイダイビングであるとか、まあ、そういった趣味を持っていると、この人はまあ自動車運転の時にもですね、ちょっとチャレンジをリスクを取る運転をするんじゃないかと、まあ、分析するとそういう関係が分かったということが実際明らかになっています。はい、これって日本でもそういった保険はあるんですか？残念ながらですね、日本ではまだ規制緩和がされていませんので、同じような保険という商品はまだないというのが現状です。この日本でのビッグデータの利用というとどういうものがありますか？そうですね、例えばイトーヨーカドーのようなですね、大手のスーパーで導入されているレジクーポンというような仕組みがあります。はい、でこれどういうものかといいますと、スーパーで買い物をした時にですね、レジでポイントカードを渡すと、購買情報、具体的にはどういう商品をどれぐらい個数を買ったか、それから金額はいくらだったのか、それから来店頻度ですね、そういったデータがですね、過去2年分蓄積されてですね、それを分析しまして、具体的には例えばその人が洋食を好む、例えばビーフシチューをしょっちゅう作っているという人であれば、はい、そのビーフシチューに合うですね、ワインをおすすめすると、そういった、まあ、クーポンを出すというようなことが行われております。ここまでこう細かくいろんなデータを取られていると思うと、まあ、ちょっと正直怖いなというところもあるんですが、個人情報の保護について今どうなってるんでしょうか？そうですね、そのあたりは非常にやはり大きな問題となってまして、そうですね、まあ、個人情報を使ったビジネス、まあ、いろんなビジネスが横行しているアメリカではですね、データブローカーというようなビジネスがあります。データブローカー、はい、これまあ具体的にどういうものかといいますと、例えばインターネット上の、まあ、個人情報ですね、例えば、Facebook とか Twitter に書き込んでいる情報、あるいはどういった広告をクリックしたかという情報、それに加えてですね、個人の資産情報であるとか、家族が何人いるとかですね、車を持っているかどうかとかですね、そういう形で詳細にプロファイリングをしてですね、そのデータを第三者に売ると、まあ、そういったビジネスがあります。これ発想の逆転で、むしろその情報を積極的にこう消費者が使うと、まあ、先ほどもスーパーの事例でこうワインを買ったとかありましたけれども、はい、逆にこうそれを自分が知りたいと思った時にそういったことを変えたりとか活用できるんですか？そうですね、そういったアイデアというものは、まあ、日本ではまだないんですけども、例えばイギリスではですね、マイデータというような仕組みが政府から提案されてまして、どういうものですか？具体的には例えばスーパーでどういうものを買ったかといったデータが、今までは事業者側しか分からなかったんですが、それがオンラインでダウンロードできると、まあ、つまりそういったものがデジタルな形で個人が手に入れられると、まあ、そういったデータが手に入れば、例えばそれを家計簿の時に役立てるとかですね、そういった使い方が期待されています。それはそれで便利ですね。いや、これもね、日本にぜひなんか欲しいなというような気もしますけれどもね、そんな風にしてこうビッグデータの時代ということで、もうデータサイエンティストのニーズというのはどんどん高まってきているわけですが、今実はですね、その人材不足が課題になっているんですよね。企業ではデータサイエンティストを養成する動きが加速しています。先月川崎市で開かれたデータサイエンティストの養成講座です。大手通信会社や電機メーカーなどから16人が参加しました。講師はアメリカから招かれたデータサイエンティスト。 It'll matter more which one, like, because now we have all the data is here like this. We want more of the middle divide. 費用は5日間で30万円。毎月開かれていますが、常に満席で予約待ちの状態です。今まさにビッグデータ時代っていうかですね、世の中的にも騒がれていて、まあ、一番旬な職業ということで、まあ、私もちょうどその分野に属しているのでチャレンジしたいなと思ってます。これまではシステム構築っていうところを主な仕事にしてましたが、さらにその上データをどう使うかっていうところは、まあ、個人としても、会社としても求められるところかなと思っています。
金融業、製造業、または通信、その他諸々小売業まで含めていろいろなさまざまな企業さんが参加していただいている。受講いただいている方以外に3倍以上の問い合わせをいただいています。データサイエンティストを集め、企業からの依頼に応える会社も現れました。40名のデータサイエンティストを抱える東京都内の会社です。データ分析部門を率いる佐藤博之さんです。多い時には一月に15社の依頼を手掛けたこともあったといいます。今日は一日隙間がないですね。1時間空いてる予定を探そうと思うと、来週の木曜日ですかね、打ち合わせだらけになってます。失礼します。こんにちは。ご無沙汰します。顧客の一つ、福岡市に本社がある化粧品の通販会社です。佐藤さんは60万人分の購買データを分析し、販売戦略をアドバイス。その結果、年間1億円売り上げが増えました。感覚値って分かってはいたことが非常に本当に定量的に示されるっていうことにはやっぱり驚きですよね。それこそやっぱりデータ分析の力だと思うんですけれども、で、まあ、定量的に示されますので、意思決定もしやすいんですよね。佐藤さんが所属する会社は先月中国に事務所を設けました。中国人のデータサイエンティストをスカウトするための拠点です。日本はデータの分析に必要な高度な統計学を学べる機関が少なく、優秀な人材を海外に求めないとニーズに応えきれない状況になっているといいます。日本はデータの活用がこれまで比較的先進国の中でも遅れていると言われている範囲です。ビジネスの課題と実際に溜まった IT に溜まったデータを間をつなぐところの分析をできる人間というのがまだ日本はすごく限られていると。はい、とにかく人材が不足しているということですけれども、いや、これデータサイエンティスト日本にはどのぐらいいるんでしょうか。そうですね、非常に新しい職種ですので、政府がまとめた統計データのようなものはないんですけども、まずないんです。ただまあ業界の中で言われているのは大体1000人から1500人ぐらいじゃないかというようによく言われております。その数字、ちなみにアメリカではどのぐらいですか。そうですね、あるアメリカのコンサルティング会社が試算した数字になりますけども、2008年の時点で15万人、それが2018年には倍の30万人になると言われている。ただそれでも、供給に対して需要が追いつかないというように言われてまして、それだけのニーズがあるんですね。そうですね。で、結果的には2018年の時点でですね、アメリカの場合は14万人から19万人ぐらい足りなくなるというように言われています。アメリカでそうなりながら日本では非常に少ないことが分かったんですけれども、日本は IT 大国だと信じてるんですけれども、どうして日本は遅れてしまったんでしょうか。そうですね、いろんな要因はあると思うんですけれども、一つは大学の中で学科学部レベルでですね、統計学を専門とする学部学科はないんですね。唯一ありますのは大学の共同利用機関である統計数理研究所というものありますけれども、それが唯一の専門に統計学を学べる教育機関ということになっています。大学の中でも、ね、統計についてはすごい学んだりする時間ってありましたよね。そうですね、あるんですけども、せいぜいそれが、週に1回1コマぐらいあるということで、専門に統計だけを学べるというわけではないですね。統計学が大事なのか、あるいはさっきの VTR にもありましたが、いろんな情報を組み合わせるのが大事なのか、あるいはそれも統計学の一種なんでしょうか。そうですね、ある事象に対して、どういったそれが因果関係があるのかとか、そういった、因果関係って厳密な統計学から導き出せないんですけども、ある事象とある事象の相関を見ると、相関を見ることは統計学の世界ではできるんですね。ちょっと思い返してみますと、リーマンショックの前にアメリカでよく金融工学という、学問を聞きましたけれども、どうでしょうか、この
データサイエンティストのための統計学っていうのはこれからそういった大きな流れになってくるんでしょうか。そうですね、今のデータサイエンティストに対するニーズの高まりといいますのは1980年から1990年ぐらいの金融業界におけるクオンツという職種、はい、まあ、そのニーズと非常に似ているというように言われています。クオンツ、高度な数学テクニックを使い分析する人でもありますけれども。そうですね、はいはい、で当時は非常に金融工学というものがもてはやされてですね、で大学院の中にも金融工学の修士課程を新しく設置するような大学が非常に増えていたんですけれども、それがまさに今データサイエンティストを養成するための大学院の中にコースを設置する大学が非常に増えています。まあ、具体的にはですね、例えばコロンビア大学ですけども、2012年、まあ、昨年の秋ですね、新しく、統計学部の中にですねデータサイエンスコースというものを設置しています。でその教授に添えたのがですね、前 Google で上級統計学者だった人を教授として招聘してですね、産業界のニーズに応えるために新しくそういったコースを設置するということで、非常にアメリカの大学は動きが早いですね。そういう意味では日本ではそのデータサイエンティストにの需要があまりなかったんでしょうか、これまで産業界からは。そうですね、需要が全くないとは言いませんけども、やはり日本の場合はですね、古い経営者を中心にですね、よく KKD と KKD 言われますけども、出ましたね。そうですね、勘と経験と度胸とそういったものを重視する経営者が非常に多かったと言われています。それに対してアメリカの場合はもちろん KKD というのもあるんですけども、まあ、日本に比べて言いますとはるかにデータに基づく意思決定をする、データに基づく経営判断をすると、そういう経営者が多いというように言われています。そうした中でじゃあ日本はこれからどう対応したらいいんでしょうか。そうですね、いろいろと、まあ、難しい部分があるんですけども、まあ、例えば消費者にとってはですね、まあ、個人情報を非常に危惧する動きもありますけども、例えば位置情報サービスのようなものはまさに個人情報を使っていますけども、まあ、それを非常に使ってメリットがあって楽しんでいる人はたくさんいます。ですから、まあ、そういった部分を理解しつつですね、まあ、企業側としましては透明性を高めると、まあ、具体的にはどういうデータを収集してどういう目的で使っているということをきちんと消費者に正しく伝えることが必要ではないのかなと思います。要は産業界にとっては、まあ、成長戦略の一環にもなり得るものだけれども、まあ、消費者としても、まあ、賢く付き合っていかなきゃいけないということですか。そうですね、まさに、政府としては個人情報を含むですねビッグデータの活用で新産業が生まれると、まあ、そういう期待があってですね、まあ、個人情報の利活用を促進しようという動きがありますけれども、その一方でですねやはり、消費者にが安心安全で、いられるためにはですね、パーソナルデータ、まあ、特に個人情報の部分に関しては適切にプライバシーを保護しなければいけないということで、その双方のバランスを取っていこうということで、国としても総務省それから経産省が中心となって新しいルール作りを急いでいると、そういう状況です。はい、今日の特集はデータサイエンティストをめぐるこの最前線の動きにつきまして、城田誠さんとお伝えしました。城田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では